西暦2011年7月7日、地球防衛軍シリーズは海を越え、コアゲーマーたちの歓喜を呼ぶだけでなく、クリエイターをも刺激した。そして USA スタッフにより、ここにもう一つの EDF が誕生した。巨大かつ圧倒的な数で迫り来る敵への絶望感と武器を撃ちまくる爽快感、シリーズのコンセプトを受け継いだアメリカ版地球防衛軍、ついに登場。西暦 2000X 年、アメリカニューデトロイト。宇宙から謎の生命体が襲来。人類を滅亡に追い込む。巨大生物の地球侵略が始まった。アメリカ生まれのもう一つの EDF 緊急出動。圧倒的な数で迫り来るラベジャーを迎撃せよ。ディフェンスフォース、インセクトアルマゲドン、2011年7月7日発売予定。